欧州館受験生の皆さん、こんばんは。欧州館の塾長の飯塚です。今日はですね、こちらのね、欧州館のホームページに出てたね、情報ですね、平成28年度第1回適正問題等解説会、これについてのね、お知らせをしたいと思います。これね、適正問題等解説会って欧州館で2年ぐらい前からね、始まったイベントなんですが、これパーシモンホールでね、やしたこともあるんですけれども、今回は欧州館の、まあ、体育館のところでやりますね。これメインアリーナっていうところでですね、日時は平成28年5月28日土曜日15時から1時間ですね、行われるようです。でですね、これはですね、小学校5、6年生の子が対象になってて、生徒さんと保護者さんが対象になっています。これ適正問題等解説会はですね、おそらくなんですけれども、毎年、まあ、年2回あるんですけどね、この時期に行われている適正問題等解説会は、先日ね、2月3日欧州館で行われました試験内容ですね、それについての解説がおそらくされるのかなと思います。またですね、一番注目の平成29年度、まあ、来年の2月3日試験問題に向けての展望なんかをですね、欧州館の先生たちがしていただけると思いますので、これはですね、5、6年生の子はぜひ参加してみるようにしてください。貴重な1時間になると思います。これね、あの当日会場に行けばね、参加できるんだと思いますので、まあ、ぜひ参加してみてください。詳しい内容はですね、塾の方じゃなくて欧州館の方にお問い合わせ願えればなと思いますので、お願いします。たまにね、あの欧州館の方にね、これ参加どうしたらいいんですかって連絡いただくことがあるんですが、これね、欧州館学校の方にですね、参加申し込みの方をしてみてください。あとはですね、これ5年生の子がね、今回参加できるっていうのは非常にいいことかなと思いますね。6年生の子がね、参加するのはもちろん当たり前なんですけれども、5年生の子はですね、まあまだ1年2年ありますね、余裕がね。でね、その時にですね、この適正問題等解説会、勉強会、これ出ていただくとですね、将来の勉強像がね、皆さん見えてくると思いますので、ぜひこの適正問題等解説会、まあ、第1回目の方ですね、これ参加してみるようにしてください。皆さん、欧州館絶対合格目指して頑張りましょう。